ライス寄っていきすぎてんな。ライスフロントエリアいてくれりゃいいのな。22の背中。そう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 。そこいてくれりゃいいんだよ。そうそうそう。ほら、そうすると回るから。いや、ライスマジ余計なことするな。これ、ライスが間いて、富安そこでいいからな。ライスが、そのプレシーズンとか開幕戦とか、もういろいろ見てるから、もうそろそろ覚えてくれって思って、ちょっと動きがきつくなっちゃう。ナイスのせいで富安やること多くなってんだよな。逆に富安行ってよかったよね。富安だからライスに合わせられるから。ナイス周りを信じてないっていうより自分がいろいろできるとこ見せたいんだと思いますね。縦パスの選択肢とかも結構厳しめのやつ出したりするから。そうだ、自分が受けること考えちゃうんだよね。実際ボランチは受けなくていいんだけど、数分に一回そろそろ触っとくかで降りてくんないけど、ずっとそれやっちゃってるから。いや、ここ降りてこなくていいんだよな。相手が3でかけてくるんだ。最悪1人降りてずれ作るっていいけど、それでももう、ディフェンス陣の質的に3バックで回せるし、10と22のさ、エゼとさ、エドワルドのさ、後ろに2人いてくれればもっと回るのにね、ボール。そこにいないからボランチのプレスバックがさ、速くなっちゃうんだよね。あー、富安いいとこいる。そう、もうライスが降りてくんだったらもう富安が上がっちゃえばいいんだよ。それでボランチできるとこもう見せちゃえ。今度入ってく。なんか、いや、富安いてよかったな、ライス。もう、普通に今富安いるとこ降りてった方がスムーズじゃん。なんか自分がボールあるとこ行きたいから、結果富安。ライスの我の強さを富安がなんとかしてるな、マジで。お前が下がってくるから上がって、お前が上がってくるから下がってくよ、みたいな。今のおもろかったよね、めちゃくちゃね。これ、ジンチェンコになったらどうなっちゃうんだろう。ごっつんこすんのかな。出たから注意入らないです。まあ、監督って何でも言えるわけじゃないですからね。気使いますからね、監督は監督で。なんでライスな、もう全員無視してんじゃん、もうライス。なんか言ってんな、こいつ、みたいな。ライス、もう安い接近で入ってきてたら痛い子だな。めちゃくちゃ指示してるけど、もうサリバなんか言ってるよ、またこいつ、みたいなさ。ライスが降りてこいって言ってる位置、ライスがいりゃいい位置だもんな。そのせいで前の選手低くなってるから。ロコンガとは全然違う。ロコンガはね、守備も、まあ、全部良くなかったから、プレッシャー薄い時のサイドチェンジしか良くなかったからさ。ライスはなんかこう頑張りすぎてるっていうかね、100億以上かかってるのを俺のプレーで見せたいみたいなのがすごいんだよね。もうウエストハム仕込みの感じも。ポジショニングとかよりも、もうオンザボールで何するか。あんまりこのパターンって今までレオダフト OTV でなかったよね、この。頑張りすぎててきついっていう。今ライス動こうとしたらもうトーマス入ってくるから開けとけばいいんだよな。もう22と10の間にずっといてほしい。いい、ほらもうまた腕ゴールと被ってライスが動くから。頑張ってるからひどいこと言えないけど全部ライスのせい。ライス頑張りすぎて邪魔してるからさ。フィジカルもあるし、自分でも運べるし、ミドルもあるしさ、ボールも奪えるし。そうそう、頑張らない選手よりいいから。今なんで良くないかっていうと、ライスが動きすぎる。いや、ジョルジーニョ入ってきたらもうね、てかもう多分富安アンカーとかが一番うまくいくんだろうな。なんなんだ、それは。サリバが、この子何っていう。ハバーツよくやってるよ。で、ハバーツの位置だからね、ウエストハムでライスがやってたのは。そう、ウエストハムのサッカー、走行距離とか褒められそうだもんな。いや、だから、いつかはすげえ戦力になってくれる。弱化的な感じになってくれるけど、そのいつかまでが毎回これやってるような気するな。ライスにきつく言える人がいないっていう感じだな、どっちかっていうとね。だからアーノルドにヘンダーソンが言えるからなんとかなってるみたいなのあるじゃん。今のアーセナルだとそういうライスにきつく言えそうな人いないもんな。強いて言えば曲がりアイスだけど、曲がりアイスきつく言いすぎたから控えになってんのかな。曲がりアイス入れてさ、パーティーがアンカーやるだけで全然いいですけどね。ジョルジーニョでもいいけど。あのね、言って治るわけじゃないんだよね。言ってすぐ治るんだったら、よかったらシュアボのドキュメントとか見てほしいんだけど、言ってもなかなか治んなくて、戻して修正して、ちょっとずつ良くなってくみたいなさ。だから歌とかそうじゃん。ちょっとそこ音ずれてるようで言ってもすぐ治せなくない？そう、そんな感じ。あ、そうそうそう、それでいい、それでいい。いいぞ、ライス。うわ、惜しい。ライスはね、もう、動かしてあげた方がいいんだよ。動くなっていうところができないから。できないというか、時間かかる。高市の共有力も結構ありますね。だから僕最初はジャカの代わりで考えてて、ライスが高いからハバーツに乗り換えたかと思った。アンカーだからボールさばかなきゃとか。いろいろあるだろうね。責任感すごい強いだろうしね。
とライスめちゃくちゃいい人らしいからね。ウエストハムの頃もいじられキャラで、あれ誰だっけ、ウィルシャーだっけ、なんかライスのことをいつもなんかドッキリで驚かす動画とかあって、いずれは絶対良くないよ。ダジャカ的な感じだけどね。ただ今日の試合で言うと、あ、ライスっていう。この時にトーマス入ってきて、富安がここで、ライスの脇にトーマス入ってて、この辺でこうやってくれたらさ、ここが釣り出されるから、ここ空いてプレイしやすくなるんだけど、ここが降りてきたりとか、でトーマス も、上がって上がったり、ね、降りてきたりとかするから、結果、ここが、もう誰もいないから行く必要ないじゃん。だから前に行ったり、ここのプレー難易度上がる。だから受け入れなくても、ここいると、閉じようとしたり出てきたりとか、サイドアフ閉じたりとか。そう。この横のパスとかも、ここが現れてくれるおかげで、ここがすぐ行けなかったりとかするから、回りやすくなる。で、ここからライスが降りてきちゃったり、この横パスでこう回るのに、2枚だし。これが、最悪3枚でこうなっちゃうから一旦降りてきて、迷わせんならいいんだけど。で、結果、ライスが降りてくるから、じゃあ、富安上がってって、で、どうも、ライスまた上がってくるから、富安下がってってっていう、超富安が気遣ってくれてて。いや、ペップも指摘するんだけど、やっぱ治んない選手に対しては何回も言わないんだよね。カンセロとかそうだったから。あと、マジ、環境だよね。それはもう仕事においても、もう本当、育ってきた環境がウエストハムだからな。こっから良くなっていくからな。今日は我慢っすね、みんなで。楽しみながら。ワーツアンカーうまいと思いますね。やったら。守備でライスが前走ってった分戻ってきてとか。で、低い位置でフィルターになる能力はライスの方があるから、だからまあ、今やすぐやらせんならハバーツだけど、先のこと考えたら、ライスのその守備強度とコンダクターとしての能力両方成長させるっていうのは大事ですね。で、今のとかね、サリバ出てった後ろのところカバーするのとかすごい良かったけどね、ライス。ライスが富安に上がれって言ってるけどね、違うんだよな。いやーもう厄介だな、ライス。厄介な子だな。ここ違うんだけどなって思うのが、もう仕方ねえから富安やってんだよ。これ富安の性格次第では喧嘩になるよ、これ。ライス本当にね、いいとこ見せようとめっちゃ頑張るから、センターバック出てった時のカバーリングとか。頑張るは頑張ってるからな。で、ライスみたいな選手って、頑張り屋さんであるから、コミュニケーションの仕方で全然ね、問題ないっていうか、ロコンガみたいな選手がちょっと舐めてきてる選手の方が何言っても、みたいな、なっちゃうんだけど、ああいうタイプの選手って、いや、お前めっちゃいいんだと。パスもいいし、守備もしてるし、ただ頑張りすぎてるからって。もっと肩の力抜いてやっていいよっていう風にして、良くなるみたいなパターンは実際に経験はしてるけど。いや、いいとこ見せなきゃ、みたいな、その、ちゃんと期待に応えなきゃっていうポジティブなメンタルだと思いますよ、やってんの。ただ周りがそれで困ってるっていう。